はい。皆さん、こんにちは。セルボ s ルと申します。今回から新しい企画といたしまして、日本の淡水魚を種類を特化してですね、その魅力をご紹介するというウェブ図鑑的なシリーズを動画にしていきたいと思います。記念すべき第一発目は、北海道の固有種、やチウグいを取り上げたいと思います。セル,イルの動画。 北海道の固有種といいましても一応サーハリンにはいると言われてまして日本の中だと北海道だけにいるとそういうことでございます。分類としてはコイモクコイカアブラハヤ属ということでコイモクに属していて非常にあの日本の文化の中では馴染みが深いそういう種類だと思うんですけれども金樹、まあ、種としては内地に結構ポピュラーにいるタカハヤとアブラハヤですね あれに近しい分類になってまして見た目もかなり似てますでただ大幅に違うのは前後がとても寸詰まりで短いんですねそれがまたこの魚の非常に魅力可愛らしいところになってきてましてちなみにアイヌ名がですねトチェッポといいまして沼にいる小魚ということでしてこれもまた可愛いですよね英名はスワンプミノーということで ギジエのルアーのカテゴリーでミノウってありますけれども、まあ、いわゆる小魚ですよね、えー、ベイトとか呼ばれるような小魚、えー、そういった名前にもなってますというところですねで生息する場所としてはですね本流の荒々しいところに いいるととうよりは割と流れが穏やかで水温もちょっと低いところで割と安定しているような小沼とかですね小沼から注いでいる枝沢とかですねそういったところにいるイメージでして一応は北海道全域にいるとは言われてるんですけれども道央エリアはですねもともとどうなんでしょうねあんまり小沼がなかったのかもしれないんですけれども。 開発でそういったところがあったとしても潰されていたり席がありすぎたりとかそういうことで童はかなりレアキャラになっています主に童方向に多いと言われてまして私も個人的に経験からそう感じてましてまた塩川水系の全域にわたっているとそういう印象です東南もですね山間部の緩やかな小経流とかにはいるイメージがあります 見た目の特徴はその前後のすん詰まり感とあと高部屋に顕著だと思うんですけれども黒いボツボツですねなんかデジタルノイズみたいなこれが独特の雰囲気を持ってますで飼うのは結構容易でしてこの辺も高部屋アブラヘアとよく似てますね餌も何でもたくさん食べてメタボ化しやすい感じで高水温だけに気をつければですね非常に他の魚とも相性も良くてとても飼いやすいと思います 基本的にこの魚はですね減少の傾向にあると言われてまして先ほど申し上げたとおり同王エリアで見つけるのは結構大変ということになってまして保全状況としても純絶滅危惧ということになってます特にこの魚ですね知ってる人もとても少ないし珍重もされていないようなところもあるので放っておくと、まあ、絶滅まではいかないと思うんですけどもかなりのレアキャラみたいな感じになりかねないので 皆様に親しんで知っていただいてですね愛好していただくというのがいいと思います。でまたこれあのこの種類に限ったことじゃないんですけども、まあ、こういう種類って内地とかでもマニアックなペットショップとかでは買えちゃうかもしれないんですけども基本そういうところで買うとですねやっぱりそう流通して乱獲されてる可能性とかがあるのでぜひおいでいただいてですね それで探してて見つけていただ沼とかはあの傘難しいんですけど多分あの辛抱強くですね一本釣りであの渓流座とかであれば多分私はちょっとこれ狙いで釣りやったことはないんですけど昔の人のブログとか見るとやっぱり子どもの頃も釣りまくっていくらでも釣れたみたいなこと言ってるのでまあそういう取り上げ方でもいいんじゃないかなと。 思っていますですこの新しい試みですね好評であればまた結構作るの大変なんですけどシリーズ化していこうと思いますのでいいなと思った方はいいね高評価とチャンネル登録そしてシェアなどお願いしたいと思います。ではまた別の動画でお会いいたしましょう。さよなら。